ます。今日は、頑張ろうマビということでね、ちょっとマビに来ております。はい。はい、マビのディオです。そうですね。ちょっと、ミッション5から1年ということで、ちょっといろいろマビを見ていきたいなと思って。そうですね。あれから1年早いもので、はい、でもまあいろんなところにまだ爪痕が残っているということなので、私たちも、はい、いろいろ見ていきたいと思います。はい、川辺地区という、はい、地域です。これでも中心部の方なんですかね。そうですね。はい、ここがすごい浸水して、ね、3メートル、うん。屋根の上に登ってたとこってここじゃない？この辺とか特に、あの向こうにあの、うん、茨線があるけど、もうあの上の方まで来とったから水が、うん。この屋根の上に避難しなかったみんなどうやってこれ登ったんだろう。あの道路もやっぱちょっとね、泥が残ってたり。そうですね。まだこの辺とかもなんか。どうだったのかなっていうようなこれとか、うん、確かにこれがねまさに1年前のね、ほんまに残ってるんですね。残ってるままになってるね。まあもうパリパリですね。ずっとあれだよ ね、うん、ねそのまんま、うん、そう、こういうことね、もうパリパリです、うん、そう、なんかさっきちょうどそこで、うん、いただいた未来に向かってハッピーじゃマル中マビ店の駐車場でやっている絆というイベントにちょっとお邪魔してみたいと思います。行ってみましょうかね。行ってみましょう。なんか歌ってる、はい、そうかも、うん、結構協賛、協賛なんですね。ね、まだまだ大変ですけど、はい、この中でもみんな、ね、やっぱみんな、ね、盛り上げていこうということでやってるってことですよね。ちょっと歌わったら私はこれできることって言ったらこう、はい、うん、もっといろんな、ね、こうとか支援とかいろんなやり方があると思うんだけど、はい、俺たちができることはこんな形かなと思って、うん、やることはやろうかな。間違いないですね、うん、素晴らしいですね。私たちも今日復興から1年ということで、あの YouTube を普段やっていただいてるんですけど、はい、今日は撮影に来たところ、ね、ちょうどあのお兄さんにコミチラシをいただいて、ね、こちらに寄った感じです。はい、ぜひ T シャツとかもあるんで、はい、みんな来て、はい、来ましょう。もうやってよ。はい、ありがとう。一緒に楽しもう。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。みんなハッピーで。はい、ハッピー。みんなハッピー、楽しみということで。ハッピー。はい。いや、すごい。ハッピー。この辺がレディースですかね。一緒ちっちゃいの、うん、これもサイズじゃないみたいな。サイズじゃないな。何サイズですか。俺3です。私もオレンジがいいな。僕ちょっと黄色でもいいですかね。黄色、ちょっと待って、これ文字黄色ってこっち、はい、これ S です。これは S しかないんです。しかない、この色は S しかないんです。オレンジははい、着替えてみました。違いました。はい、いい感じですね。いいマビという T シャツをいただきました。そうですね。はい、この T シャツは、まあ、今日の復興のイベントのために作られたということで、はい。はい、ね、私たちもね、これを着て、今日はね、撮影をね、はい、続けていこうかなと思ってます。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい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 、マビ記念病院に来ました。はい。そうですね、ここもね、だいぶ、もう、木の真ん中ぐらいですかね。使ったとこなんですよね。最後自衛隊の人らがゴンボートで救出したりっていうされたとこなんですけど、もう去年の9月ぐらいからかな、もう病院は完全再開してるみたいなんですけどね。喜び悲しみ繰り返し、今日別れた恋人たちを生まれ変わって変わ
七夕ですね。七夕ですね、ほんとね。7月7日です、うん、はい、みんながね、こうマミでもいろんな思いをね、こう寄せて書いてますからね、うん、はい、それでピックアップしてみましょう、なんか、うん、一歩一歩とかいいよね。あ、一歩一歩、うん、ね、これ自分だけじゃない感じがするんですね。これとかね、うん、家が治りますように、はい、あとね、なんかね、ちょっとここに落ちちゃってるんだけど、うん、それちょっと拾ってあげましょうかね、うん、死者が増えませんように、うん、もう美鳥が幸せなところになりますようにってすごい、そうですね、刺しとってあげましょう、ね、いいやつなんだね、家庭の喧嘩がなりますよこれは、ちなみに前は、ね、現実的ですね、うん、そうそうそう、まあ、でも今日も七夕なんだね、みんなね、はい、あとこう願いを思い、願いを込めてね、はい、はい、今のは分かってます、頑張ってくださいももう言わない、はっきり言ってみんな頑張ってるからね、次に来た時にまた笑顔でバチャお帰りって言ってほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。平房ですね、はい、今ね、復旧してる最中で、もうずーっと多分直してたんだよね。そうですね、それがもう6月ぐらいで、まあほぼほぼできたかなっていうところで、今は、倉敷大橋の方にね、その川に水を、まあ、川をつなげてるっていう状態なんですね。そうですね、新しくその水路を作る形になってて、うんうん、ですよね、実は僕は東京生まれの東京育ちで、この歌はずっと前からあれで、例えば私の若い頃の、なんていうのかな、例えば成田のね、空港の時の最後の歌がでこれを歌われたんですが、こちら来て、本当にこの歌の情景の中で歌うことがすごく幸せだったと思います。特に、3月にね、新芽が出てきた頃に、小田川沿いを夜陰に向かって行った時にまさにこれだなと。で、若い頃ってちっちゃい頃はね、うさぎっておいしいのそんなにって聞いたくらいの 曲なんですがわかる、ふるさとっていう曲です、はい、ふるさといい曲ですね。じゃあ一番をガッツリ取っちゃってください。はい、みんなこれ映るんで、わかりますよね、乗るんで、うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの雨に風に、あ、雨に風につけても思いずるふるさと、志を果たしてね、いつの日にか帰らん、志を果たしてね、ふるさと、皆さん次の世代、君たち、ね、ちゃんと受け継いでってほしいと思います、また会える日ですごく楽しみにしてますので、よろしく、どうもありがとう。やっぱりマビに住みたいっていう気持ちとか、やっぱマビに住んでた人とかのね、やっぱりこう、うん、マビを愛する気持ちが、うん、すごい伝わってくる、この地元に来た感じがすごいありますね。そうですね、うん、町の人も元気だし、うんうん、もっともっとね、みんなでね、こう
力をねまた貸してもらえたらと思います ね、はい、まあ協力できることがあった私たちもね、うん、何かできたらなって思います。はい、ありがとうございました。顔が変な感じだったけど貸しっぱなしにするんでタイミングで何回か言ってください。お願いします。今しかないよ。もう流してます。はい、はい、じゃあ皆さんでハッピーバビデーいきます。はい、せーの、いいですかお兄さん。はい、はい、せーの、ハッピーバビー。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。